はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、久々にこの車のカーコロンシリーズでございます。今回買ってきましたのはこちら。最近ですね、なんて言うんだろう、トライアルに行くとよく売ってるんですよ。これ最近よく見るんで、ちょっと試しに買ってみました。ちなみに、価格なんですけども、この2つ入ってて878円でございます。まあでもそんなに高いやつではないって感じで、でもう自分は絶対吹き出し口のやつがもう絶対いいんで、置き型よりも絶対吹き出し口の方が、まあちょっと春とか秋とかだとちょっと開けて走ったりするんで、その時はどっちでもいいかな、ちょっと なり気味だけど、気を締めて走ってる時だとどっちかっていうとこう風をなんかふわっと出してるんで、でもそれに風に乗せて、この車内が、香りが充満するというか。だから、まあ自分は、こう、クリップタイプというか、このエアコンのところにつけるタイプが好きなんでございます。はい。で、トライアルにあったのは、もう一個、なんか青っぽい、なんかナンバー7番って書いたやつがありました。これはちなみに香りとしては、クラシックフローラルの香り。そして30日間。というやつですね。なので、これ30日30日なんで合わせて、まあ2ヶ月あるという感じでございます。開けたらの話だよね。はい、ということで、メイドインジャパンでございます。香りのあれでは こだわりがあるのかないのか、ちょっとあれだけど、まあ日本製でこの価格ならまあ安いよと、いった感じで、これどうなってるの？もう開けた瞬間はちょっと匂うんだけど。うん。そうですね。初めて買ったんで、ちょっと使い方も詳しくは知らないんだけど、こういう感じでセットで入っております。多分香りのパックなのかな？パックが2つと、で、このケース、うずうず。多分これがケースの、表向き、裏向き、そしてクリップと入っております。一応これにセットしなきゃいけないんだね。今まではね、こうキャップ開けて、つけて、入れるっていう感じだったけど、これは完全に元が、湿らす系っていうのかな。今まで液体系じゃないですか。だけどこれは湿らす系なので、こういう感じで行きましょうか。せーの。開けました、開けました、開けました、開けました。おめでとうございます。おー。なんだろう、シトラス系というか、お花の香りがする。第一印象で言うとお花の香り。なんかナンバーセブンにこっちの方が、なんとなく車内の香りとしては合うかなと思って買ったんですよ。うん、ちょっとこう、甘酸っぱい感じかな。甘いがちょっと弱いかな。酸っぱいというか、なんだろう。なんかシクラメンの花の匂いというか、なんていう香りだっけ。なんとか、なんとかフローラルだった。クラシックフローラル。ほんと花の香りって感じ。なんかバラとか、なんかそういう系になんか香りが近いです。うん、まあ第一印象的にはね。また時間経つと若干変わったりするんで、はい。ということでセットしていきましょうか。こちらの輪っかね。輪っか。表向きの輪っか。で、裏向きにここにくぼみがあるというか、ちょっと影が見えてると思うんですけど、ここにこれを入れると。意外とね、この輪っかの中に入るんで、そんなに太くはないかなと。湿らす系だから、実際にはちょっとどうかなっていうところですね。ということで、はめて、くるっと回します。押し込んでね。押し込んで、くるっと回すと、なんかね、引っかかりがあるんですよ。一応。ちょっとね、わかりづらいと思うんですけど、こことここを合わせてね、くぼみのとこ合わせて、回すと。こっからね、こうくぼみ見えます？くぼみが入って、くるっと回すと、引っかかりができるんで、外れなくなるっていう構造みたいでございます。ただね、あんま、なんかね、さっき回ったんですよ。軽くね、ポンと。なんとか回りまして、回ったら、ここの線の部分がちょうど合うようになってるみたいでございます。で、ここね、ここの隙間、大きな隙間に、このクリップをつけるっていう感じみたいです。はい。で、これで完成でございます。なので、調整機能が全くないですね、これは。ということで、ちょっとね、取り付けてみたいと思います。いつもながら輝いてる足元でございます。で、今取り付けてるのはここね。え、ちょっと待って、なんかない？おっと？ちょっと待って。あのですね、
あの、これ映ってるかわかんないけど、これ、雲が去ってんだけど。こんなことあります？なんと言っていいのか。いや、今なんかあるなと思ったんですよ。なんで雲の巣こんなとこ張ってんの？夜明るいから？あ、そんなバカなみたいな感じですね。はい、とりあえずここに取り付けてるんですけど、ちょっととりあえず雲を外に出して、ちょっと変えたいと思います。はい、ということで、雲はですね、外に、逃がしまして、で、蜘蛛の巣を取って綺麗にしました。うん。うん。そんな感じです。で、今ね、ここにつけてます。ここにね。ここはちょうど足元の吹き出し口のところね。で、もうこれ、なくなるぐらいまで、時間経ったんかなみたいな。1ヶ月は経ったか。はい。これはね、爽やかサワデーの、カーフレグランスと言いますか。二つで500円ぐらいの安くて、しかもメイドインジャパンで、すごく香りが強いです。強い方はすごくおすすめね。ずっと愛用してたんですよ。そして今回はこちらといった感じでございます。まあ、このクリップ部分は一緒じゃないな。ちょっとこう引っかかりがあるので外れにくいのかな。ということで同じ部分ね。ムーブだとこの白い、この吹き出し口のここがちょっと厚みがあるんで、こう簡単につけれると。で、ちなみにこれは液体じゃないんで、反対にしても OK だよね。これでまあ強弱があるかな。こうやるとめっちゃ当たるって感じ。こうやるとちょっと半分ぐらい下に行くんで、吹き出し口のね。だこれでまあちょっと軽く調整ぐらいはできるかな。はい、そんな感じでございます。とりあえずこうやっとこうか。はい。はい、というわけで、鍵をオンに回してね、エンジンかけてないです。鍵をオンに回して、送風で行きます。送風でね、行きます。今めっちゃ風がボーって出てるの聞こえてると思いますけど、うん。第一印象で言うと、まあめっちゃ当たってますよね、風が。第一印象で言うと、うん。まあまあな香りの強さ、ね。まずね。さっき紹介したこちらね。こっちのやつ、パルムファムなんとか、爽やかサワデーの。これはね、強烈なんですよ。もう、第一印象がくせえって思うぐらい。すぐ慣れるんだけど、匂いが強い人はいいんだけど、これは正直そんな強くはないかな。まあ、標準ぐらいっちゃ、標準ぐらいでございます。まあでもそこそこ、まあまあ、今つけたばっかりなんでね、匂うっちゃ匂うねっていうぐらい。で、香りは、でもさっき香ったのよりは、ちょっとね、ちょっとこう甘くなったかな。なんか、青リンゴ系というか、なんかそういう感じ。青リンゴと、なんかこう、フローラル。要は花の、なんかバラの、バラとはちょっと違うね。なんかメロンっぽいみたいな。なんか少し甘いんですよ。だけど、まあいい香りかなと。女性向け？女性にいいのかなって感じ。男の人でこの香り好きな人あんまりいないかな。どっちかって言ったらなんかこう女性向きな香りな気がしますね。まあちょっと甘いけど、ちょっとこう、酸味も効いてるような感じです。うん、青リンゴとかね、その辺だと思うんだよね。直接香りをね、匂うと、こう、バラとかなんかそっち系なんだけど、ちょっとやっぱ風に乗せると多少ね、やっぱ違うかなと思います。はい。というわけで、今回ね、こちらのやつを使ってみましたけども、今のところ、正直な感想、いい感じです。いい感じ。ただ、実際に、まあ、足元につけてね、まあ、これ、まあ、実に吹き出し口につけるってなってるけど、基本的にはエアコンね。上から出る冷たい風のエアコンに対して30日なんで、下から、あって暖房を出すと、乾燥した空気が出るんですよ。めちゃめちゃね。だからね、思ったより、こう、こんな感じで、さっとなくなったりするんですよ。水分飛ばしちゃうみたいな感じなんで。だからこそ、より香るんで。だから足元ね、につけれる人は、ま、つけた方が、まあ、見にくいし、見えにくいし、これ絶対わかんないんですよ。言って、ああ、ついてるんだ、みたいな。ぐらいしかわかんないです。まあ、前もなんかコメントで、足元つけてるやつなんか見たことねえよって言うけど、K だと、一応こう、わかってて見てれば、
気づきますけど、基本的にそんなわざわざそんな吹き出し口のところを見てるかどうか、なんかほぼほぼ見てないし、普通車だともうちょっとこう足元が奥にあるんで、まず見えないんですよ、足元の部分。だからこう、わかんないうちにこう足元からバン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 いい香りが出てると、まあ、個人的には好きなんですけどね。強烈なやつを使うと、マジですごい臭いぐらいになります。だからこれは、香りの強さで言うと、今のところまあ中間ぐらいかなと。いった感じですね。これ、このシリーズがもうめちゃくちゃ白と金色とこのピンクか。このシリーズがマジで強烈に匂います。これはまあまあまあ普通ぐらい。あとまあ香りの薄いのとかもありましたからね。いろいろ試してるんですけど、薄いのとかあったんですけど、これはなかなかいい感じ。あとは、30日ですね。今日から30日ぐらいはちゃんと持つか持たないかっていうのをね、まあちょっと次回またなんかこう、いいのがあれば、紹介しようかなと。で、またちょっとね、違うやつも、試してみたいんで、まあ今後ね、ちょっとまた、こう気になる、もしね、こういうのは気になるっていうのがあれば、コメントの方に書いていただければ、ちょっとね、試してみようかなと思います。皆さんはこう、香りの重視するのは何だろう？香りの強さ？まあもちろん香りもそうだよね。この爽やか沢でシリーズね、のやつで、新しくなんか3種類出てるんですよ。一つがラベンダーと、一つがなんか緑っぽいやつと、一つがこのピンクっぽいっちゃっぽいやつがあって、で、それ、形全く一緒です。一緒で、その違うシリーズで出てたんですよ。で、それを匂った時に、あれ？ちょっとラベンダーは、なんかもろトイレの匂いみたいな。めっちゃラベンダーなんですよ。サンプルで置いてあったやつがね。めっちゃラベンダー、なんか、匂い玉みたいなやつあるじゃないですか。あれで匂ったら、ラベンダーだけど、これはちょっと車の香りとちょっと違うと。なんかトイレの匂いしかもうイメージがなくて。だからちょっとそれはやめて、まあ緑かピンクにしようかと思ったけど、やっぱ香りとしては、なんかちょっと車には、車とちょっと違うんですよね、みたいな感じで、ちょっと買わなくて、まあどっちかって言ったらこっちをちょっとね、匂ってみたら、まあいい匂いやったんで、ちょっと今回はこっちを買ってみたといった感じでございます。はい。ということで、まああと30日かな。交換目安は約30日と書いてありますので、ちょっとね、また次回お楽しみでございます。はい。ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。